見るかな。 あの一山にするまでは何とか頑張りたいですね。成人式の前やからか。今日は多いでしょうね。おぉ4人より153円か。安っ。入れていこうかな。
ユニオイルは使ったことないけど、まあ、結構それなりに店舗数ありますからね、こっちの方やと。クレジット使えるの？よいしょ。さあ、入れてきましたけど、安いね、やっぱ 156.8 円。クレジットも使いましたね。よし。全く聞いて ところのないところでね、この値段だったら、今後言うも疑いたくないようなあれですけど、まあまあ、それなりに値段前聞いたこともあるところなんでね、大丈夫でしょう。まあ、とりあえずじゃあ、走っていきましょう。よいしょ。今日はあれか。確かオイルタンクがあるんですよね、こっちの方って。その金入りやすいのかな。コンパクトして。これはこっち行った方がいいか。あ、このとこ、あ、アグイの金瀬、ここか。はいはいはい。金瀬、もう閉まるよな。9時閉店だもんな。そうですね、もう5分前なんで、さすがにあれだな。あ、もうちょっと早く来とれば。あ、でもそっか。あそこで、昨日やろうとストップ入りとったら今こっちの方には帰ってきてないですからね。ギリギリと。あれね、お酒が朝日だったらそうと思うんですけどね。さあ、麺白。ダウン、あ、不足だ。専門店なんだ。寒いと辛味噌いいですね。さっきも辛味噌ラーメン食べちゃいましたもんね。まあ、ちょっと体調がね、うん、万全じゃねえなっていう時はね。